皆さんこんにちは、ケイオです。ということで、先日ね、出産報告動画が出たと思うんですけど、実は YouTuber 誰にも言ってないので、これからサプライズで報告したいと思います。今日のね、18時に出産報告動画が上がるので、その前にこれは撮影してます、ちゃんと。まずは、やっぱ、サッカー系 YouTuber のレジェンドに電話かけようと思います。パパ先輩でもあるので、マキヒカに電話かけます。おです、おです。あ、えぐ。なになになに。いや、赤ちゃん。赤ちゃん、俺、赤ちゃん電話してる？あ、すいません。赤ちゃん首絞めてました。ごめんなさい。えぐいって、一つご報告がありまして。もう、怖いです。なんと子供が生まれました。生まれた生まれました。もうおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、妊娠で生まれたんですか？もう生まれました。まずパパの先輩なんで、やっぱサッカー系 YouTuber レジェンドの牧彦さんに一番に報告しようかなと思いまして。いや、レジェンドちゃうんすよ。ほんでなんか電話出た時なんか虐待ボケとかしてすいません。いやいや、あなたがね、いいお父さんっていうのはみんな知ってると思うので、大丈夫ですよ、全然。冗談ですやんでいけるんで。3日前かな？3日前です。男の子なんで、ぜひね、サッカーできるようになったら教えてもらいたいなと思って。いや、下手なんですよ、僕。何も教えられへん。バックヘッドのみ。いや、バックヘッド大事やろ。はい、ということでご報告でした。今リズムで一人で撮ってる感じですか？じゃあ、いや、今産婦人科に入院してて嫁が今横にいるんですけど。ああ、はいはいはい。大きい声出してすいませんでした。いやいや、全然大丈夫ですよ。奥様もお疲れ様でしたとお伝えください。ありがとうございます。おあやか、お疲れ。むっちゃフレンドリー、急に。ありがとう、ということでご報告でした。すいません、お忙しい中ありがとう。ありがとうございます。お幸せに。ありがとう、失礼します。はい、はい、ということで首絞め巻彦でした。もう冗談ですから、これは本当に彼はね、本当に素晴らしい人間なので、そんなことする人間ではございません。じゃあ梅谷にちょっと連絡します。あ、梅谷にかかってきました。パック中にごめんね。あ、パックしてないよ。してないか。うん、あ、今大丈夫？梅ちゃん、一応カメラ回してるんですけど。逆に逆パターン来ました、とうとう。逆に回してんの。ご報告がありまして。おう、え、何マジ子供生まれました。うせやん。ガチパパになりました。生まれた生まれた。もう、今日18時に動画上がると思うんで、その前にちょっとサプライズ報告しようかなと。それはほんまにさ、あやかにおめでとうって言うといて。いや、俺にはいい。ありがとうございます。ありがとう言ってます。めっちゃ大変やったと思うわ。うん、よく頑張った。近所のおじちゃんか。はい、いや、だってその俺らでは想像できひんからさ。いや、そりゃそうよ。もう母にはね、頭上がらんですわ。うん、どうするか。じゃあ名前やな、あとは3人で決めてから。なんでお前と決めなあかんねん。ええ、ちゃうよ。うせやん。候補ありますか、名前の。男の子なんですけど。あ、男の子。なんか候補あれば。あるある。なんですかね。男の子か。普通にミュウツー。ツーなんだ。うん、ミュウじゃなくてミュウツー。めちゃくちゃな名前やないかい。あ、会いたいし。はい、ぜひモーニングも行きましょう、またみんなで。これも嬉しいわ。いや、ありがとうございます。梅彦サッカー上手いからさ、サッカー教えてな。あの時俺らにあんま合わさん方がいい。じゃあまた大阪行った時はよろしく頼むわ。うん、おめでとう。ありがとう。じゃあ報告でした。うん、幸せな気分やわ。よかったです。ありがとう。じゃあお忙しいのにありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあね。一人一人長い梅彦。いや、でも喜んでもらえてね、本当嬉しいですよ。反応がいいですね、やっぱり。ミュウツー出ないよ。
あと誰にかけようか。 FC リゼム監督高垣結衣さんに。これほんまに誰にも言ってないんで、リゼムには1ヶ月前に言ってるんで、それも動画上がってると思うんで、お楽しみにしておいてください。次 FC リゼム監督結衣さん。あ、もしもし、結衣さん、お疲れ様です。今ちょっと動画回してるんですけど、ちょっといいですか。子供生まれました。子供生まれました。子供が、子供が生まれました。はい、生まれた、生まれました。もう生まれた、はい、できたじゃなくて、できたじゃないです、生まれました。すごいじゃん。すごい秘密するじゃん、いろいろ。ほぼ誰にも言ってなかったんですけど、生まれました。うん、出たのね。もうボーンしました。なるほど、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、森保さん、おじいちゃんになったってこと？おじいちゃんになりましたね。ケイコパパ、パパになりました。マジで、はい、おめでとう。ありがとうございます。よかったよ。どっち、男の子、女の子？男の子っす。男の子、はい。無回転だね。無回転打たせますね。無回転出てきたっす、なんなら。無回転出てきた。はい、パーンって出てきたっす。ブレてた。はい、ブレてました。なので、マジで、はい、またどっかで会える機会あると思うんで、まあ、ぜひ、はい、抱っこしてあげてください。ありがとうございます。はい、来季も FC リゼム頑張りましょう。いや、頑張りましょう。はい、大阪入って準備してるんで。来た。来ましたね。遊びましょう、大阪で。また、はい、お願いします。はい、あ、いあだした、はい、失礼します。はい、ゆいさんはね、真面目なのよ。いつも動画ではふざけてるけど。次誰行きましょうか。これでも長くなるな。何人かに絞らないとね。これやっぱ18時に動画上がるんで、やっぱそれまでに間に合わなかった人はそっちでっていう感じになっちゃうんで、これもリアルですね。ウンパ出てほしいな。ウンパはね、よく奥さんと一緒にモーニングするような仲だったんで、妊娠してから初期は行ってたのか、結構お腹が膨れてからは行ってなかったんで、反応が楽しみだったんだけどね。皆さんにかけます。もしもし。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様。ケイコ、那須さん今撮影してるんですけど、ちょっといいですか？うん、いいよいいよ。全然。子供生まれました。え、どれ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 。俺です、俺です。マジっすか？ありがとうございます。ちょっと隠してた、隠してたんですけど、もう出てきました。え、あ、もう出てきた。バカのね。もう出てきました。妊娠しましたじゃなくて、はい、もう出てきました。おめでとう。男の子が。ちょっとお祝いをしないとな、それは。あ、ありがとうございます。大きくなったら那須さんサッカー教えてあげてください。あ、もちろん。筋トレ根性は任しとけ。はい、筋トレもお願いします。筋トレも、あ、技術系を任した。わかりました。おめでとう、本当に。ありがとうございます。ということで、サプライズ報告でした。ありがとう。ありがとうございます。お二人もよろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。はいはい、失礼します。那須さんやっぱ男ですね。奥さんとね、結婚祝いでご飯に連れてってくれたりとかしてるんで、奥さんとも親交があって、いや、那須さんにね、フィジカルを教わってもらったら無敵な子供になると思うんで。はい、続いてアザッスに電話かけます。いや、クセ強。おはようございます。チュース、チュース、チュース、チュース。あ、もしもし。チュース。あ、チュース、チュース、チュース。あ、私今大丈夫。こんにちは。あ、大丈夫です。と撮影してるんですけど。あ、はいはいはい。はい、ちょっとご報告がありまして、子供が生まれました。誰の？私のです。パパになりました。マジ？はい、ご報告させていただきました。え、サプライズご報告ということで電話させてもらいました。あ、ほんまっすか。男の子が生まれたので。あ、男。はい、ぜひ大きくなったら一緒にサッカーさせてください。お背中を押させていただきます。なんやそれ。ぜひお会いした時はよしよししてあげてください。あ、もちろんです。僕のことも可愛がってくれるとお願いします。なんでやねん。ありがとう。ということでご報告でした。どうもです。ありがとうございます。はい、チュース。クセ強いこいつは。なんで着信を設定してるん。 LINE の着信を設定してる人あんまいないよ。お背中合わせてください。でもよくわからんこと言うてましたけど、面白い人ですね、本当。アザッソ、もしもし。あ、もしもし、すいません。うんぱ、ちょっと今大丈夫？
どっちですか大丈夫って。え、どっちですか。僕は大丈夫です。報告がありまして。え、怖いな。そのどういう範囲。子供が生まれました。えぐいやん。おめでとうございます。えぐい、はい、生まれました。もう出てきました。おめでたい。今めっちゃ拍手してます。え、いつですか。3日前。めちゃくちゃ最近。だから最近モーニング行けてなかったんだよ。そういうことか。もうお腹、そう、お腹が大きかったから。だから多分最後に行ったのが12月ぐらいだったんだけど。すいません。だからその時も、その時も妊娠してるけど、その時はそう4ヶ月だったけど、まだ隠せるぐらいだったから。めっちゃ感動すぎる。よかった。もう全然モーニング行ってくんないから嫌われたのかと思った。よかった。だからあの1ヶ月ぐらいしたらね、外にも出れるようになるんで、またみんなで行きましょう。いや、えぐい、はい、めっちゃおめでたい。ありがとう。ということでサプライズ報告でした。いや、すげえ、おめでとうございます。本当にまた行きましょう、はい、お願いします。おい、ありがとう。ありがとうございます。おい、いや、いい反応してくれますね。うんぱさん、うんぱさんはあの嫁が大好きなので、いや、喜んでもらえてよかったです。はい、続きまして同い年円形にもかけていきます。ふてぶつ、はい、や、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。円形今大丈夫。大丈夫よ。あのご報告がありまして。はい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 、子供が生まれました。生まれたもう。生まれました。自己報告。はい、隠してました。めちゃくちゃおめでたいやん。ありがとうございます。3日前に生まれました。おめでとうございます。男の子です。めっちゃおめでたいやん。おめでたいんですよ、本当に。かわいいかわいい子供が。ぜひね、ドリブル教えてほしいので、サッカーやってたら、はい、お願いします。スパイクだけちょっと何履くかだけ教えてもらって。全然俺選ぶからさ。多分横幅が広い可能性が高いので。うん、高いね。はい、蹴り用あたりも仕入れてもらってたらちょっと助かるなっていう。立つ頃にはいいのちょっと選んどきます。あ、お願いします。楽しみにしてます。おめでとう。ありがとう。またまた、はい、またお願いします。はい、合わせてください。はい、失礼します。はい、ということで、とりあえずこれで全員かけたのかな。ということで、数名に電話させてもらったんですけど、出ない人がね結構多かったんで、使われてない可能性があるんですけど、みんなの反応やっぱね人それぞれでしたね。リゼムのね、やっぱ翔平が一番反応薄かったです、結果的に。リゼムの翔平反応薄いという検証結果になりました。ということで、報告動画でも言ったんですけど、より一層責任感持って育児も YouTube も頑張っていきます。ありがとうございました。